カルーダインドネシア航空421便富士機事故は2002年1月16日にカルーダインドネシア航空の国内線421便がジャワ島のソロ川に緊急着水した事故である。富士着水の現場となった場所にちなんでソロ川富士着水事故とも呼ばれる。カルーダインドネシア航空421便セラパラン空港発 アジスチプト空港行きのボーイング737型機は、雨きで天候が不安定なインドネシア上空を飛行中、大規模な嵐の目を通過した。乱気流に乗って、激しく揺れた機体には強い雨風と硬い氷が打ち付けた。この際に、雲海の中には巨大な氷の塊があったと思われ、高度1万8000フィートを飛行中にもかかわらず、対地接近警報装置が誤作動していた。 やがて操縦困難に陥り、両エンジンの燃焼が停止した。パイロットたちはエンジンの再始動を二度試みるが失敗し、その後補助動力装置を起動させようとした時にはバッテリーが上がってしまい機体は全ての電力を喪失した。そのためレコーダー類も停止してしまい、不時着水するまでのパイロットたちの行動を記録した完全なデータは残らなかった。そして、 エンジンからの電源供給を失ったことで、機体の操縦にも、支障をきたし、機体を旋回させる際も、機長と副操縦士が共に操縦管を握った。幸運なことに、事故当時、現場周辺は、高度7000フィート以下でなら視界は良好だった。パイロットたちは田んぼを発見したが、ぬかるんでいるために不時着は危険だと判断し、最終的には、ソロ側への着水を決断し、 機長の操縦で成功した着水後の事故機の損傷機体の全容機体後部から着水したため損傷の激しい箇所にいた客室乗務員カズトが命を落としたが着水した場所は水深が浅かったため乗員乗客は近くの桟橋まで泳ぐことができた。また機体も完全には水没せず物的証拠の確保も難しくはならなかった。 レドームの損傷421便の座席表パイロットたちは嵐を避けるため、気象レーダー上の安全なルートを見つけて飛ぼうとした。しかしその安全なルートと思われていた箇所は、雨雲によってレーダー波の届かない影の部分であり、実際には嵐がかなり激しい場所だった。機体は嵐の真っただ中に突入し、エンジンは設計の想定を超える降水量と 硬い表を吸い込んだためにオーバーヒートした。また、事故機に搭載されていたバッテリーの端子の一つに異常があり、このために、本来ならば電圧が2 4ボルト以上なければならないところ、再始動時に機長が確認した時は2 2ボルト以下しかなく、エンジンは再起動に必要な電力を確保できなかった。そして、二度再始動を試みた後の電圧では、 APU を起動できず、そのために機体は電力を失ってしまった。このような絶望的な状況下でも、パイロットたちは最後まで諦めず、結果的に地名が命を落としたものの、機長は、ソロ側への着水を成功させ、後に服装重視とともに、インドネシア政府から表彰されている。ありがとうございます。